こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト9 2021、ライブ配信始めていきましょう。18時前ぐらいに、15分ぐらいちょっと席を離れる時があります。ご了承ください。この配信ツイッチで行ってます。ツイッチのアカウントフォローぜひお願い、チャットぜひお願いします。マイツイッチアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。この動画のアーカイブ、配信のアーカイブ YouTube で残します。 YouTube のアカウントはチャット欄に記載しております。2日後の21時プレミア公開予定です。ぜひアクセスお願いします。チャンネル登録、動画の高評価もお願いいたします。はい、 YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウントを持っております。ぜひアクセスお願いします。アカウントフォロー、リポスト、いいねお願いします。ツイッター X、 マイアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。ツイッター X、 マイアカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、ということで、いよいよ2009年の春競馬も後半6月に入りました。種付けはすでに、終わらせてますんで、続きですね。おそらく宝塚6週まではやると思うんで、なぜ会員数こんな減ってるんだろう。今まだ首位は守ってるけど差詰められてるな。首位初めて取りたいですよね、クラブの。としてはやっぱり所有数に制約があるので、厳しいところではあるんですが、初めてなんで撮りたいなと思ってます。で、まあレース早速行ってみましょう。今週は安田記念ですね。天の着歌、白い馬体撮ってほしいですね。まずは海外です。ビホルダーマイルステークス、天野キャンキャン。3番人気か。この馬、これからの馬ですね。120超えの馬もあるし、ちょっと厳しいね。先方は選べます。差しで行ってみましょう。ダイジェストです。サンタニタ競馬場 G1 ビホルダーマイルステークス、ダート 1600m です。最終コーナーをカーブして、さあどこにいる今、中段ちょっと伸びがないから厳しいな、届かないな。4着です。段違いの強さです。2着はミュージックノート、勝ったのはインディアンブレッシング、見事な勝利です。インディアンブレッシング自身はやっぱり力をそのまま出した感じですね。ジャイプール招待ステークス、キンシャサの奇跡、一番人気です。
136、120を超える馬がないので、単純な力量差は圧倒的でしょうね。楽しみです。レース行きましょう。ベルモントパーク競馬場 G1 ジャイプール招待ステークス芝 1400m です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。おっと、ブレイベストカレドニア出遅れてしまいました。さて何が行くのでしょうか。オープンハーザー前に行きそうです。ティグレスゴールド、それに続いています。さらにはエルクメッセージ、4番スキップオプアート、その後ろ先手を取ったのはティグレスゴールド、うん、その外からデピティビアレ、中段やや前ですね。それに続きます。オレンジの帽子インビジブルアスーター、その後ろキンシャサの奇跡、後ろからこれに続いてプリティカリーナ、その外にアフェラープリムデックス、これに続くのがウィッシングヒューモア。さあ先頭はデピティ、あとはコースを探したいところです。やっぱり 1400m 短距離戦なんで、命がけです。命取りですからね。上がってきた、最終コーナーをカーブして一気に先頭へ。日本と世界意地のぶつかり合いだ。こんな感じですね。金車差の奇跡先頭だ。2番手はティングレスゴールド、金車差の奇跡、はい、ぶっちぎった。金車差の奇跡今ゴールイン、段違いの強さです。2着はティングレスゴールド、3着にオープンハーザー、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。金車差の奇跡、まさしく日本が世界に誇れる馬です。やっぱり短距離、短距離はこの馬のものですね。 G は7連勝となってます。無敵ですね。今年いっぱいまでで引退させようかなとは思ってるんで、最後の1年の活躍、快進撃のまま終わらせたいですね。はい、鳴尾記念天の想定内です。1番人気運心も本命ですが、カンパニーやポップロック、オアシスセッションなど別に二重丸の馬がいますね。ダイジェストいきましょう。阪神 G3 鳴尾記念芝 2000m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。オアシスセッション先頭、残り 200m、 先頭は依然としてオアシスセッション。凱旋リベンジ頑張れるか。2番手は天の想定いない、先頭はオアシスセッション、1着でゴール。2着にはどうやら天の想定いない、3着に凱旋リベンジ、見事に勝ちましたオアシスセッション。想定内勝てませんでした。凱旋クラブは凱旋リベンジが3着、人気薄なのに来てますね。一気つけ抜けてほしかった。3位安田記念天の着歌、1番人気勝ってほしい。2番人気はディープスカイ、3番人気はクラブバーウォッカであります。混合力仕様が大逃げしそうですね。ディープスカイは伊坂さんか、他もう全部天の着歌ですね。高津宮記念以来のレースとなります。さあレース行きましょう。東京競馬場 G1 安田記念芝 1600m をマイル戦、春のマイル王決定戦です。天の着ウタまだ金札を取っておりませんので、4勝だったかな、一つでもここは G1 の勝ちを積み上げたいですね。
東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。今年もこの府中の長い直線で壮絶な叩き合いが見られそうです、うん、さあ春のマイル王決定戦 G1 安田記念の発走です。おっとローレルゲレイロ、ゲート入りがスムーズにいきません。大丈夫でしょうか。大丈夫です。最後にウォッカ入ってゲートイン完了です。スタートしました。凱旋アイチハーク、これはいいスタートを切りました。ローレルゲレイロちょっと出遅れ、凱旋アイチハーク、この辺りも前へ行きます。続いて金剛力士王、先手を取ったのは金剛力士王、大きく離れましたアグネスジェダイ、これに続くのがイーデケンシン、アイルラバゲイン、すぐ後ろ間が空いてビービーガルダ、白の帽子トップガンジョー、その後ろエイシンデピティ、その前に進出、これに続いてウォッカ、後ろからの競馬になりました。アマノチャプータ、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。マルカシェンク、それに続きます。上がっていってますね。これは明らかにハイペース、超ハイペースと言っていいでしょう。先頭は依然として金剛力士王、リードは6馬身ぐらいあります。金剛力士王、一人旅、第4コーナーをカーブして、まくっていってますね。ホングまくりみたいな感じ。先頭、アマノチャプータ、さすがに捕まえた。引き離しにかかる、道で食い下がる、ウォッカ、アマノチャクータ、先頭、残り200メートルを通過して、アマノチャクータ、後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ、2番手はディープスカイ、アマノチャクータ、勝ちました。強い、ね、しかも勝ち、ゴールイン、2着はディープスカイ、勝ち方がいい。ウォッカ、これが世界を制した実力だ、アマノチャクータ。大外のロングまくり、いや、豪快な勝ち方をしました。アマノチャクータ、普通あんな走り方したらコースロスがものすごいですよ。レコードです。しかもそれを先頭領土に出てさらにぶっちぎるってコースレコードですからね。これ日本レコード、日本レコードですね。すごい足毛のアイドルホース、アマノチャクータ、おそらく本領発揮、まだもう5歳ですが、本領発揮はこれからなのかもしれません。オンライン対戦やってみる。2番人気ですね。1番人気ココペットカトル、投資にはなちょっと落ちるよな。好きな馬、好きな騎手ってなんだ。ライバル一応3番人気ぐらいまで上げとくか。レース行ってみましょう。東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。これオンラインの騎士システムってどうなってるんだろうな。壮絶な叩き合いが見られそうです。さあ春のマイル王決定戦 G1 安田記念の発走です。みんな調子いいのに、投資力高いのにダメですね。このままでは大丈夫でしょうか。大丈夫です。最後に1から10まで入ってゲートイン完了です。
スタートしました。エバグリオンプレイ、好スタートを切りました。ジェニューインネクス、この馬も好スタートを切りました。5番エバグリオンプレイ行きました。これに続いて異世界アルタザのエバグリオンプレイ先手を取りました。オルサーすぐ後ろ、その後ろにジェニューインネクス、これに続いてバトニアカンディア、その外にカルバトス、その隣にマガミトリストラム、その後ろからはゴーストブライト、すぐ後ろにガルバナイズ、内からはアマノシャクータ、シャクータ、ここでアカトル、後ろから1から10まで、なんかすごい前に進出、少し間が空いて感じの上がり方したな。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。ここでオルサー18番すごいな、なんかエバグリオークレー、ほとんど差がありません。ジェニューインネクス3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。オルサー先頭、オルサーか、しかしその差はわずか、ここが踏ん張りどころ。エバグリオークレー足色は十分、前に迫れるか、あと 200m、 異世界アルタザノ追い上げてきた、伸びないな、いい足で追い込んできました。異世界アルタザノ差し切った、異世界アルタザノ、異世界アルタザノ1着、2着にはどうやらココテッドカトル、異世界アルタザノ見事このレースを制しました。やっぱりレベルが高すぎるや、13点、13着ま、この世界は甘くない。なんかあ、大舞台は獲得、これは大きいな。1位金引きですが、出れるわけがないです。金車差も長いしな。 iPad すでに多分ローって決めてると思うから、デルタブルース、まあ距離加減ですね。デルタどうしよう。あ、ん？デルタクラブ馬か。デルタライバル馬だ。ん？クラブ馬だよな。いや、どうなってんだ。出走すんな、出走すんなとはならない。世界に放って19勝か。あ、出れないね。ジュピターをまだこれからですからね。マイルバーちょっと距離が長いし、あの走ってるレースは違う。ゲド選挙は短距離馬とか、まあ、3歳ですからね、アミーゴ、まあ、そんなに出せる馬なく、アマナイポットとダイワスカーレットぐらいだろうな。さあ海外は2頭、そしていよいよ今年の新馬戦とデビューです。カタノポニョ、マーメイドステークスでカタノヘイト、マノドロロも重賞8000杯を狙います。まずキャンキャン、まあ4着よく頑張ったとも言えるんですよね。だって佐賀記念で、まあ、関東オークス取ったとはいえ佐賀記念 G3 ですからね、地方交流の。そう考えると4着はまあ悪くはない。ちょっとやっぱり家賃の高いレースだったというのは否定できないところです。一方ジャイプール20勝になりましたね。これでと優秀とかも出れなくはないけど、ゲド戦記がいるからな。ゲド戦記を育てたいんですよね。なんで、ダート戦。
当はこれ出したいけど、まあこれかな。ゲド戦記との絡みもあるけど、ゲド戦記を出せますからね、出そうと思ったら。ゲド戦記もで、ゲド戦記ってあと1勝ですから、ちょっとこう考えると、次のレースの出し方が難しいな。モーリス・ドギッショーかな。想定内は放牧に行ったチクーター、安田記念つい取って5勝目か。さすがに海外でも G1 取りたいんで、大舞台取りましたしね。もういっそ走れなくはない。1900のマイル戦か。ここはブログがいる、アミーゴいる。無理だな、8月を1周以降だな。サセックスとかか。距離がもっと大丈夫かな。ホスターなんとか半で出しとくか。キルタカ、ちょっと疲れが心配ではありますけどね。感じかな。でゲド戦記、ダイヤモンドなんたらかんたらって言ってるけど、ジュビーって言ってるけどね、ジュライカップにも出せますんで出しときましょう。で、放牧かな。ジュキのかぶりをチェックしてと。ないですね。捕獲か。ああ、まあ世界に花はもう大丈夫ですからね。凱旋クラブマンが2頭出走、肩のヘイトがマーメイド、どこまで戦えるか。まだダメなんだな。ちょっと疲れとかどうなん？疲れより能力を上げる系だろうな。寿命がちょっと心配ですからね。
ジャスターゲームステークス天のジュピター一番人気123勝ってほしいですね。これ勝ったら G1 8勝になるんじゃないかな。金札、まあ、展開も差し馬少ないですし、前が激しいペースになる可能性は高いです。チャンスです。レース行きましょう。ベルモントパーク競馬場 G1 ジャスターゲームステークス芝 1600m マイル戦です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ花を切るのはどの馬か。セルフローカスト前に行きそうです。ベリーアライブそれに続いています。さらにはギフトエニス11番シリウスカスタネット、その後ろギフトエニス先手を取りました。内からはグラブドネスサキン、さらにはシーカーエナジー、並んで2番アルキオーネブラッシュ、その横にブラムタッチ、その外にスティップルルネ青の帽子、ジレンマイベイジョン、その後ろからの競馬になりました。天のジュピター、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。その隣にソングラインコレット、すぐ後ろにトロモスバーバリー、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭は依然として9番ギフトエニス、2番手はベリーアライブ、間を挟んでシーカーエナジー、3番手 G17 勝天のジュピター、まだ後ろ、この位置から果たして届くかどうか。ちょっと後ろすぎるなジュピター。あーでも上がっては来てるが、一頭前にいるのが嫌だな。届かないんじゃないの。残り 200m ギフトエニス後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。2番手は天のジュピター、離されてしまった。ギフトエニス1着でゴール、2着は天のジュピター、3着にブラムタッチ、勝ったのはギフトエニス、見事な勝利です。マンハッタンステークス天の世界に花一番人気128、しかしジオポンティがいる123、コートビジョンも強敵。この3頭ですね。この3頭だけじゃないかもしれない。レース行きましょう。ベルモントパーク競馬場 G1 マンハッタンステークス芝 2000m です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ果たして何が行くでしょうか。オールクウェストアーティカナ前に行きそうです。ジオポンティそれに続いています。さらにはクリーニングダイヤ、漆黒の馬体、ケアミスペール、その後ろ先手を取ったのはジオポンティ、好位置をキープしています。天の世界の花、青の帽子、フリーグロース、その後ろ、その外からイースターアストレンティア、キッズアロー、それに続いています。この辺りで1、2コーナーの中間点を通過。コートビジョンすぐ後ろ、並んで2番ウィッシュアークトゥルス、これに続いてオークジンクス、その隣にウィンキングビムレッジ、これに続くのがウエスタースワーブ、しんがりからダッシュエアウェーブ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。6番クリーニングダイヤ、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、その後ろからはイースターアストレンティア、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ古豪クリーニングダイヤ、まだ粘っています。2番手はイースターアストレンティア、間を挟んでウィッシュアークトゥルス、3番手天の世界の花、まだ来ない。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はクリーニングダイヤ、さあ内から上がっていくがクリーニングダイヤの勢いがいい。カーブして直線コースに入りました。足色が一緒だよな。残り 200m、 内から上がっていってるか。先頭だ、しかし後続の足色もなかなかいい。あジオポンティ突き放された。先頭はジオポンティ、1着でゴール、2着は天の世界の花、3着にコートビジョン、勝ったのはジオポンティ、見事な勝利です。うん、強いなジョーポンティ。関東オークスか、天のドローですが3番人気か。
一番人気はナポリナイザーとなっております。あとエルリベロ、アルデルファイアか。さあ先方どうするか難しいな。足抜きはいい馬場だから差しでもなんとかなる。和田騎手はそっちの方が向いてるしな。差しで行ってみましょう。ダイジェストです。川崎競馬場 JPN2 関東オークスダート 2100m です。さあ短い直線に入ってここからが腕の見せ所。どこにいる？大外だ。届きそうにないか。粘り込めるか。2番手はナポリザイザー。短いしね。先頭エルリベロ、この馬で決まりか。エルリベロ1着、2着は微妙です。これが G1 馬だ。2着も怪しいかな。まあ、エルリベロが強かった。あ、2着には届いた。惜しかった。重賞初制覇を目指します。あ、エルリベロこれ生産馬なんだ。テンポザーステークスです。クラブは凱旋空船が登場。サーバー人気、人気セレスハントっていうのが強いですね。ダイジェスト阪神オープン特別テンポンザーステークスダート 1400m です。さあいよいよ直線の攻防。セレスハント先頭、内から凱旋空船、あと 200m。 さあ先頭は今度は凱旋空船、2番手はセレスハント、凱旋空船先頭、凱旋空船、その船勝ちました。セレスハント3着にマイネルタッチ、見事に勝ちました。凱旋空船いいぞ。凱旋空船3番人気ですが勝利を得ました。そして肩のポニョ登場、2番人気リディール。あ、まあこの辺いらんよな。でも一番人気になれなかったのはちょっとなという感じです。まあ行きましょう。ダイジェストです。阪神2歳新馬戦芝 1400m 肩のポニョメイクデビューです。さあいよいよ直線の攻防。リディル先頭、1馬身から2馬身引き離す。残り 200m を通過して先頭はリディル、肩のポニョ必死に追います。リディルも強いかなっていうのもあるけど、リディル先頭だ。リディル1着、2着は肩のポニョ、3着にアグネスパティ、1番人気に応えました。リディル見事です。1頭なんか強い馬がいたっていう感じですね。組み合わせが悪かった。うわ、ライバル前負けてしまった。プソムカップです。クラブは3頭が出走、うち凱旋ワンセグが2番人気、凱旋ヘルシオが3番人気となってます。1番人気はザレーマです。あ、クラブ本市本命は凱旋ワンセグの方ですね。ダイジェストいきましょう。東京 G3 エプソムカップ芝 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。
ステッキー新助くん先頭、しかしその差はわずか、ここが踏ん張りどころ。でも外からいい伸びしてますよ。ステッキー新助くん先頭、あと 200m、 ここで先頭変わって激戦。凱旋ヘルシオ2番手はブラックシェル、凱旋ヘルシオ粘る、凱旋ヘルシオ、凱旋ヘルシオ1着、ヘルシオ勝利。2着にはどうやらブラックシェル見事に勝ちました。凱旋ヘルシオ、ザレマ完敗です。着外に沈みました。ザレマ謎惨敗。ヘルシオやってくれましたね。そしてマーメイドステークス型のフェイトです。5番人気クラブマ凱旋駅中を登場。1番人気アルキバラットはこれ父親アマノデジカメですね。リトルアマポーラ、サンレージャプター、ジャスパーあたりかな。型のヘイトはちょっと本紙は20丸だけど厳しい。っていうとこですね。そのままでいきましょう。ダイジェスト。阪神 G3 マーメイドステークス牝馬限定芝 2000m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アグネスファティマ先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。ちょっともう届かなさそうにない。2番手は凱旋駅中、リトルアマポーラ、リトルアマポーラ1着、2着にはどうやら凱旋駅中、3着にサンデージャスパー見事に勝ちました。リトルアマポーラ、肩のヘイトは7着か。さあこれだけ。海外はアマノブログ1頭です。送り人がデビューですね。送り人血統はヨハネスブルグとシーキングザパールとなっております。短距離の早熟馬か、早く勝負をかけたい。型のフェイト、アマノジュピターのローテを決めないとダメだな。プリティポリーで決定か。ここダメだったらっていう感じでどうって決めてたんだ。アマノジュピターも対応距離の幅でかいですからね。ちょっとジュピター絆コマンドはないのか。世界に花を惜しかったけど、まあでも今は感じだよな。とりあえず2周放牧して次に備えましょう。ドローロも惜しかった。カントオークスか。早く重賞制覇したいよな。ということで、次走は芝ダートどちらも行けるはずなんですが、ラジオ日経賞に出走したいと思います。ポッポニョはなんか一頭強い馬いたな。リディールどんな馬なんだ。リディールってフェイトはちょっとやばいなこれ。まあでも慢性やからな、早く重賞派制覇を狙いたいとこですが、クイーンステックスに出させることにしました。エシアポロンか。外国産馬は買うのかな。
ックな機種やりましたね。最上位ユニコーンはラキスタが登場ですね。スプリン函館スプリントステークスは千の風とヒーローの対決となりそう。ヨークじゃないわ競走馬リディルってどんな馬っていう感じですが、リディル なんか負けてちゃダメな感じはする。ラリリ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 どこで生産したんだ、よくわからないとこで生産されてる。まあ、シーツ馬ですよね、リディル。これリディルはノースヒルマネジメント SA シーツでは2011年の、スワンステークスを飼ってる、まあ、比較的距離としては短距離馬ですね。G1 となるとちょっと弱かった感じはあるよな。デイリー杯、他にデイリー杯2歳ステークスも取ってる。あ、まあまあ2歳の時は強い馬なのか。 G1 までは届かなかったけどね。それなり強い馬ですね、これは。まあでも負けてほしくはなかったですね。まあ、肩のポニョ、まあ、早熟なんで厳しいのかな。付き合い入りしないってなってるのは早熟でも ありがたいとこではあります。はい、ということで、こんなところではありますが、ちょ
と一旦買い物のため、10分から15分ほど離れます。しばらくお待ちください。
お待たせいたしました。では、再開いたします。いろいろローテは決まったんで、ネクスト6月を3週ですね、シューメーカーマイルステークス、天野ブログ一番人気134、フォーエバートゲザーが、いや、キップデビルが強敵ですね。このニトボか、で、ソングラインイグリッドも人気となっております。先方的追い込みは不利ですが、果たして届くことができるのか。レースいきましょう。サンタニタ競馬場 G1 シューメーカーマイルステークスは1600m のマイル戦です。こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです、さあ果たして何が行くでしょうか。花を切ったのはタイディングスサンタフェ、続いてコレクターテンダー、スタートよりやっぱり末足ですよね。さらにはオーエバートゲザー11番ソングラインイグリッド、その後ろタイディングスサンタフェ先手を取りました。内からはキップデビル、その後ろからはジュリエドレス、ショーケースネイチャー、そのうちに続いています。その後ろにフォーラムビッグ、この辺りで各馬第2コーナーから向こう上面に入りました。イルドシー、その前に進出、その隣にアフリカンニコル、ドライアドビュース、それに続きます、緑の帽子キャットキャッシュ、その後ろ天野ブログ、この位置です。最後方にキーナーバーガー、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。これ結構単走路ですからね。ここも2番手はソングラインイグリッド、キックデビル、3番手最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあもういいとこ来てるぞ。先頭に踊り出そう。先頭だ天野ブログ、抜けた。2番手はキップデビル、天野ブログ、やりました、勝ちました。キップデビル3着にソングラインイグリッド、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天野ブログ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。この混戦を制したのは大きい。コース取りもさすがでしたね。直一騎を獲得。直一騎はいいですね。三宮ステークス、天野エネループ一番人気。まあ重賞で勝てないから、やっぱここでやっぱり勝ちの味をね、まあ、体験させとくっていうのが大事ですね。ダイジェスト、阪神オープン特別三宮ステークス、ダート 1800m です。さあ直線に入りました。先頭に立ちましたね。これからの勝負、天野エネループ先頭、残り 200m を通過して、後続はまだ後ろ、もう大丈夫だ、もうぶっちぎりだ。このまま押し切るか。2番手はマイネルイーストン、天野エネループ、はい、勝ちました。天野エネループぶっちぎりです。2着はマイネルイーストン、3着にツタリージ、これは桁外れの強さだ。天野エネループのキザレベルアップです。さあ、天野送り人ですね。デビュー戦です。一番人気グリグリです。父ヨハネスブルグ、母シーキングザパール。送り人の映画から撮ってますが、懐かしいですね。最初から武豊か。ダイジェスト、阪神2歳新馬戦、芝 1400m、 天野送り人メイクデビューです。4コーナーをカーブして、もう先頭ですね。これからです。天野送り人先頭、後続は大きく離れました。もうぶっちぎり入ってる。後続は遥か後方、これ強いよ。送り人後続は大きく離れました。天野送り人圧勝です。天野送り人ぶっちぎりです。2着はオートリソネット、3着にオーラザタップ、これは物が違う。天野送り人、もう海外行かせましょう。天野送り人は
高取特別エース天野つぼみ出走1番人気、クラブは凱旋ダイヤパルが2番人気です。一騎打ちムードですね。ダイジェストです。阪神2勝クラス高取特別ダート 2000m です。第4コーナーをカーブしてさあ直線コースに入りました。天野つぼみ先頭、さあ残り 200m を通過して先頭は依然として天野つぼみ、凱旋ダイヤパル頑張れるか。天野つぼみ先頭、天野つぼみ先頭だ。先頭は詰まりません。1着でゴール、2着は凱旋ダイヤパル天野つぼみ、見事1番人気に応えました。ダート路線で重賞がないんで、こういうとこしばらく走らざるを得ないという感じですね。ワンダーアキュートがいる。ユニコーンステークス天野ラキスタです。一番人気、重賞初制覇を狙います。前走立花ステークスを1着ですね。ダート大丈夫だったっけ、まあ、父は若尾大伝はダート校舎だったんで大丈夫ではあるんですけど、スーニが立ちふざがりますね。これ結構強い。スーニはさあ逃げですが、あの持つのか、背足が持つのかどうか、ダイジェストいきましょう。東京3歳 G3 ユニコーンステークス、ダート 1600m、 ダートのマイル戦です。第4コーナーをカーブして、さあ先頭だが大丈夫か。先頭直線は長いぞ。東京のセームクリズムの方が天野ラキスタ先頭、残り 200m を通過して一気に後続が押しかかってきた。スーニーやられる。スーニー差し切った。スーニーこの馬で決まりか。スーニー1着、2着は天野ラキスタ見事に勝ちました。スーニーやっぱり最後垂れてましたね。ヨナゴステークスクラブはトライアンフマーチ2番人気3歳馬か。メジロソシアか。ダイジェストいきましょう。阪神オープン特別ヨナゴステークス芝 1600m をマイル戦です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。東方レーサー先頭、1馬身から2馬身のリード、アスクデプティ2番手、手応えはどうか。残り 200m、 ようやくやってきたが、東方レーサー意地を見せる。残り 100m、 一気にベッラレイヤ届かない。東方レーサー先頭だ。ベッラレイヤだ。ベッラレイヤ1着、2着はトライアンフマーチ、3着に東方レーサー見事に勝ちました。ベッラレイヤ、ベッラレイヤもいたんだ。そうだ、4番人気でしたけどね。函館スプリントステークスです。1番人気天の線の風、他天のヒーロー5番人気で出走です。2番人気鹿屋桜、クラブはベストロケーションが4番人気アルティマトゥーレもクラブバーとして出ております。線の風グリグリですね。金谷桜が対抗となっております。マルカフェニックスもいるのか。さあ天のヒーローは先方を変えられます。ちょっと前に行く馬多すぎるよな。先行策で行ってみましょう。ダイジェストです。函館 G3 函館スプリントステークス芝 1200m の電撃戦です。
さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所、金谷桜先頭、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ、天野ヒーローの方だ。天野ヒーローゴールイン、2着は金谷桜、見事に勝ちました。天野ヒーロー、天野線の風敗れました。これは掲示板までです。勝ったのはなんと線の風じゃなくてヒーローでしたね。線の風は5着か。さあ6月4週、宝塚記念だけじゃなくて海外でも大量出走6頭、6レース6頭か、手を背負い2頭出走と力が入っております。疲れとかの一強であるんですね。ということで4週ということなので ローテ調整です。ポニョはまあどこでもいいけど、そんな感じかな。距離もっと長い方がいいのかな、中距離って書いてるから。まあでもこっちはこっち出してみよう、いろいろ試してみようね。送り人これ強かったですよね。ぶっちぎりでした。一周放牧すると8月を一周になってしまうのか。あ、でもまだ2歳の住所はないのか。先入の1500だから短距離戦、多分早熟だろうから早いこと、ね、勝負に行きたいですね。ということで放牧しましょう。ブエナビスタがあとベルモントオークス招待、問題なさそうです。初意味かファルマス不安だな。健康度とか低いよね。みんな精神力を上げたい。健康度はなんとかなる。あ、任せてください言われちゃったか。とりあえずスパルタですね。花盛り、なるほどね。3着3着、そこで CBC 賞、短距離路線行かせるのもいいかもしれないですね。まあ遅めなんでまだこれからの馬です。焦らせる必要はないでしょう。今週か。両対応だったのか。まあスニがな、すごい素足だったのと、やっぱり逃げがはまらなかったよな。2000って微妙に長いよな、七夕賞。
まあオープン特別出す手もありますが、万世ですからね、ラキスタは。クロッキオンは3頭出しか、想定内がいいのか、難しいな。クイーンステークサフェイトがいる、アビス様ダッシュもいいかもしれない。ダートもいけるんだ、うん、そうか。じゃあこれ出してみましょう。でもアデュニミツオが強いよな、さすがに。あ、でももうピーク過ぎてる。いや、わからん。このクラスだと、まあ、フリ要素もいるし、コソバルクもいるから、簡単に勝てないよな。まあ、凱旋セカチューか。まあでも、このレースはありかな。まあ、でもここまで行くんだったら、普通にオープン特別出させた方がいいけどな。どうなんだろう。まあ重賞初制覇狙いたいからな。まあ出させるか。さあこれは三冠を狙いに行く馬です。距離適性もすごいな。長らくあのね、中長距離戦として活躍できる馬ですね。いや、このハニカミの疲労度やばいだろ。え、なんでこんなに、早熟だからか。あ、なんだよ。ちょっとハニカミ噛みせたいかな。ちょっとね、この健康には変えられないとこですよね。大丈夫かな、ハニカミ。セントジェームスパレスのメンバーを見てみるか。なるほど、キャラザードが2000ギニーとっていうキャラザードが出てんのか。これが偶然なのかそうじゃないのかってとこですよね。まあマイル戦はすごい相性はいいんだけど、スポミはこれ2勝クラス取ったけど、まだ準オープンのはず。まあ、エタ放牧、それから7月の4週あたり関東馬、関東では関東馬ですね。こうかな。あ、ダート馬か。芝なら、これでも良かったんですが。あ、これもダート。ならば、ちょっとローカルとか、ないかな。芝、ダート。なるほど、適当に出させるレースがないんだ。この辺ですよね。フィリピントロフィーとか。じゃあ、不全ステークス出させましょう。疲れは？疲れはそんなに溜まってないから、一周放牧でいい。椿は、ハニカミちょっとあの放牧をやばすぎますよこれ、この疲れのたまり具合で。イナバウアーは2勝か。
てる牝馬限定のレースを選んで出させるべきですね。7月の2週以降、芝田と両対応で中距離戦か、ハウルがいる、ジュピターが出る、戦力はちょっと短いからここかな。まあ、岩田は代用だったんだ。ここまではすごい良かったんだけどな。性格臆病なのが災いしてるんかな。あ、でもたくさん出るんだったら G1 出させた方がいいかもしれない。あ、でも出させるレースがないんだっけ。気持ちいいか。1007でもいけるんだな。クレメントハーシュ、ハーシュ出させてみるか。で、フェイトがクイーンステークス。マーメイドを7、いやどうかな、マーメイドを7着惨敗はちょっと気になるんで、あ、ザレマがいいのか。あ、でもザレマ前走惨敗だったからな。リトマーポ、リトルアマポーラだもんな。ステークスへ。重賞手は取ってないことはないな。取ってるね。うん、なんでプロキオン出るんだ。いや、プロキオン出ないだろう。まだ達成してないから、こんなとこ出すわけにはいかないですよね。ありえん。1008ぐらい、1008から2000ぐらいの中距離戦か、1007から。チャクルタがいいのか。ここに出させよう。うん、ゲート戦記は2000決まってますね。どっちか勝てば8勝金札です。戦人は短かった。まあでも陣水でも勝てなくなってるよな。なるほど。
ほど。早く勝ってほしいですね、2勝目あげてほしい。で、今週ダイワスカーレットか。ゼニアッタも、なんで出てるんだ。いやでもキャンキャンいるんだったらもうの出る必要がない。が限られてんだよな、多分。この辺がな、賞金高ければな、全然あるんだけど。こっちだな、こっちとぶつかせてみよう。iPod ちょっと調子が不安ですね。絆コマンドはもうない。やばい。調子のあれを見誤ってしまった。アミーゴは11勝か。チクータはご覧の通り疲れがすごいな。8月を一周だったよな、次が。いや、削除で。着歌の疲れも心配だな。確か、疲れって能力に結構影響するらしいからな。かどうか断言しない方がいいな。月末放牧させた方が絶対いいですからね。勝ってはいるんだけど G1 にはなかなか手がと思ったら G1 もう取ってるんだな。22勝はすごいな。ただもう寿命がキレが出てきそうだよな。全勝はしてるんだけどな。34戦29勝、総賞金69億って、最後シャネール、サバーバン、
はい、ということで行ってみましょう。ニコニ、あ、馬体の完成度では劣る、あの万世ですからね。で、一方牝馬のベーナビスタ、牝馬2冠のベーナビスタも、牝馬3冠を目指します。小泉最上位、アイポッドがトップか。デルタブルースも怖いよな。春の天皇賞馬だからな。すぐに、うん、天のヒーローか。モート進行ってなんだっけ。あ、そういうことか。モート進行も使うと面白いかもしれないですね。種付けだけに関与できるとか。特定の馬だけ追っかけるとか。ゴールドカップアットサンタアニータ、金引きり、一番人気140。うわーすごいな。まあ110超える馬がないからな。ぶっちぎり期待しましょう。レースです。サンタアニータ競馬場 G1 ゴールドカップアットサンタアニータだと 2000m です。まあ、69億稼いでる馬だからな。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ果たして何が行くでしょうか。金引きり前に行きそうです。グリーシャンスピードウェイ、それに続いています。もう一度先頭からウェルアームド先手を取りました。2番手に8番金引きり、並んで13番アインシュタイン、ゴーンフィッツカルド、そのうちに続いています。さらにはティズウェイ、その外にグリーシャンスピードウェイ、その隣にバータースピリッツ、その横にクワイタバイタリティ、すぐ隣にホリデージャッジ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。ニトロアンブレラ、この馬もこのグループ。その後ろからはチャートソード、青の帽子エイリーンズアドラーブ。さあ2番手につけております。ソフトリーフィーバー、最高峰にネバーインテンシファー。各馬砂煙を上げてかけていきます。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース。展開への影響はなさそうです。ぜひ先頭から最高峰までおよそ10馬身、アカウントフォロー、チャットコメントいただければ嬉しく思います。前の方からもう一度見ていきましょう。さあ先頭は依然として2番ウェルアームド、2番手は金引きり、ここ変化上がってきそう。先頭伺いますね。前を捉えるか、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は金引きり、離れてウェルアームド、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界の追い出した、ぶつかり合いだ。残り 200m を通過して後続は大きく離れました。2番手ぶっちぎりです。まだまだ強い。ここまで決まりか、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はアインシュタイン、どこまで勝つんでしょうか。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。金引きり、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ゴールドカップアットサンタニタ連覇、さあ天のアミーゴですが、2番人気、1番人気、ゴルディコバは強いな、相手が悪い。アミーゴ、
応レース行ってみるか。アスコット競馬場 G1 クイーンアンステークス、直線の芝 1600m マイル戦で行われます。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ前に行くのはどの馬か。リングルハンター、前に行きそうです。アリーグオブザイラウン、それに続いています。さらにはイタリアンハント、 G1 3勝ストライキングアラマ、その後ろ先手を取ったのはアリーグオブザイラウン、ゴルディコバ、そのうちに続いています。これに続くのがスパイラルシュタイン、これに続いてパコボーイ、アマノアミーゴ、リーイチです。その外にパワーユナイティ、内からはリズムガンドリア、ガムハイペリカム、それに続きます。あ、どうしよう、ちょっと行きっぷりが良くない感じだよな、アミーゴ。その外からベストインセイル、さらにはプレビス、黒い母体、センセーションスイフト、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。内から4頭目ですが、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。前の方からもう一度見ていきましょう。13番アリーグオブザイラウン、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、ゴルディコバ、それに続いています。その後ろからゴルディコは坂に上がっていく、追い出すが、どうなんだ、届くのか、背足は悪くないが、変わってゴルディコバ前に迫るスパイラルシュタイン、残り 200m を通過して、別の馬も伸びてるか、厳しいな。2番手はベストインセイル、ゴルディコバ先頭だ。ゴルディコバ、ゴルディコバ1着、届かないし、ベストインセイル勝ったのはゴルディコバ、見事な勝利です。3着か4着ですね。アミーゴ4着か、相手が悪かったっていう面もあるな。コモンウェルスカップ、ブラックキャビア1番人気、 100? あれ?っていう感じですが、まあ3歳だからですね。先方としては有利なんじゃないかな、先行策は。まあまだリーティングは当てにはならない3歳戦です。レース行きましょう。アスコット競馬場3歳限定 G1 コーンウェルスカップ、芝 1200m を電撃戦です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。イッツマイコモドール、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してイッツマイコモドール、花に立ちます。その後ろからはフライトマックス、この馬も上がっていく構えです。さらにはジャバレイコーン、10番ブラックキャビア、その後ろ先手を取ったのはイッツマイコモドール、その後ろからはジャボットエクスチェンジ、ペリミータースコープ、すぐ後ろその外にナックルマーフィン、内からはブルーズガバドール、並んで無敗のデジャブーアンダーウッド、ストリートモード、そのうちに続いています。内からはベイクトチャペル、キュアローゼ、それに続いています。残りあと 400m、 ただ長い直線、ここからどうか、日曜王者の争いだ。最後の追い比べ、先頭はベイクトチャペル、ベイクトチャペルの方が姿勢がいい。追あ置いていかれた。デレゲーター抜けた。2番手はベイクトチャペル、デレゲーターゴールイン、2着はベイクトチャペル、3着にブラックキャビア、勝ったのはデレゲーター、見事な勝利です。うわあ、まだ馬が若いのかな、初の G1 挑戦ですからね。セントジェームスパレスステークス、天の羽に神、ちょっと疲れが心配ですが、一応一番人気119、キャラーザートが111、まあ、これも3歳戦なので、わからないですね。ではちょっと無事に走ってほしいところではあります。レース行きましょう。
アスコット競馬場3歳限定 G1 セントジェームスパレスステークス芝 1600m マイル戦です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。イズイットコレア、好スタート。スタートあまり良くなかった。このまま好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してハッピーメドウ、花に立ちます。その後ろからはイズイットコレア、この馬も上がっていく構えです。それでは先頭からウィンターズホッパー、先手を取りました。ハッピーメドウ、そのうちに続いています。その外からゴールドアンテスペンド、さらにはコンカーズエアウェイ、その後ろにバーディーアイレス、イズイットコレア、それに続きます。黒の帽子、天のハニカム、いい位置につけました。その外にキャラージャード、その隣にポールジレンマ、その外にクワイエットスキーム、青の帽子、ペインティングクリティック、その後ろ。ここ中段や後ろですね。姉はハニカムはさあコーナーを曲がって直線へ。2番手はゴールドアンテスペンド、ウィンターズホッパー、3番手最終コーナーをカーブして直線。どうでしょう、ハニカミ追い出した。伸びきれんのか。しかしその差はわずか、粘り込めるか。外から接近、外からも伸びてるぞ。マハタイミエンス、ハニカミが先頭だ。頑張ってほしい、勝ってほしい。勝ちました、よかった。1着2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天のハニカミ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。無理して出しましたからね。結果を出してほしいし、無事帰ってほしかったし、賭けに成功した感じです。さあこれで4週休ませられるんで、8月1週まで休ませます。しかも大舞台ゲット、海外遠征ゲットと得るものが多かった。これは嬉しい勝利です。プリンスオブウェールズステークス天の小泉、1番人気127、110を超える馬はいません。 JPEG とかもいますけどね、意外とレーティング高くない。しっかり勝ってもらいましょう。まあ小泉は金札もう確定してるんで、気楽に走れるレースではあります。アスコット競馬場 G1 プリンスオブウェールズステークス芝 2000m です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。グロリアでカンペオン、前に行きそうです。天の小泉、それに続いています。さらには JPEG、 13番ナインセンサー、その後ろ。先手を取ったのはグロリアでカンペオン、その後ろからはオーカサスブレード、すぐ後ろにアメリアパーシブ、並んで14番トワイスオーバー、その横にフロンティアナポリ、内からはアンジェラストリーム、赤の帽子、サティスフィードカバルリー、その後ろサウンドグロース、すぐ後ろにフォーミュデイトトレード、その後ろにスパイトフルエレガンス、その隣にピースオブリック、プラムライレス、そのうちに続いています。しんがりからバブルスマインド、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。混合グロリアでカンペオン、依然として先頭。さあ先頭はまだ1番グロリアでカンペオン、2番手は JPEG、 トワイスオーバー、3番手天の小泉、まだ来ない。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。グロリアでカンペオン先頭、グロリアでカンペオンがしぶといな。中割ってきたが届くのか。この差は果たして縮まるか。外からも来てるぞ。通過してグロリアでカンペオン、後続を大きく引き離しました。させないどころか。後ろはどうだ。グロリアでカンペオン伸びないや。2着はフォーミュレイトトレード、3着に天の小泉、勝ったのはグロリアでカンペオン、見事な勝利です。小泉3着に敗れてしまいましたね。
ややまあ安定度にかけるとこは あるんですけどね。ダイヤモンドジュビリーステークス、天野ゲド戦記一番人気、勝ってほしい。ゲド戦記135もあるのか。ベンバウンとかキングズゲートネイティブとか強いな、メンバーが。またこれ勝てたらでかいんだが、レースです。アスコット競馬場 G1 ダイヤモンドジュビリーステークス芝 1200m の電撃戦です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ、コースタートを切りましたね。ゲド戦記、天野ゲド戦記、それに続いています。さらにはベンバウン、足毛の馬体、ストリートサデア、その後ろ先手を取ったのはベンバウン、その外にキングズゲートネイティブ、内からはブリーディングスプリット、エイプリルハンド、そのうちに続いています。その外からセイクリッドキングダム、その外にガルフスリッパー、内からはサハラベル、その外にフローラルワイフ、その隣にエクストラミリオン。さあゲド戦記、なんか足色はいいね。さあこれで勝ち切れるのか。あ、でも伸びないな。ベンバウンが強い。いや、でも刺してきてるが届かないな。ベンバウン先頭だ。先頭は2着か。1着で合理。2着にはどうやら天野ゲド戦記、勝ったのはベンバウン、見事な勝利です。惜しいな。さあこれで海外は終了。続いては地方交流重賞帝王賞です。天野冬空が登場、1番人気か。勝ちタイヤも出てますね、2番人気です。さあ勝ちタイヤは先方選べますが、まあ、このままでいきましょう。レースです。大井競馬場 JPN1 帝王賞ダート 2000m 地方交流重賞、春終盤のビッグレースです。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。サムバディシャープ好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してサムバディシャープ花に立ちます。その後ろからは天野勝ちタイヤ、この馬も上がっていく構えです。さらには天野冬空、12番アンパサンド、その後ろ先手を取ったのはサムバディシャープ、少し間が空いてカフェオリンポス、その外にギルガメッシュ、黄色の帽子、モエレソーブラッツ、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナー右にカーブしていきます。ブリティスイーティー、それに続いています。チャンス到来、すぐ後ろ、その隣にバーミリアン、内からは富士のウェーブ、最後方にカフェシステム、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から古豪サムバディシャープ依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、これに続くのがアンパサンド、好位置をキープしています。天野冬空、その外から天野勝ちタイニア、カフェオリンポス、それに続きます。その外にギルガメッシュ、並んで G1 馬モエレソーブラッツ、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてサムバディシャープ、2番手はアンパサンド、3番手に天野冬空、絶好の手応え。さあ天野冬空、いい位置、天井の豪サインに応えるか。勝ちタイヤ、どちら。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。勝ちタイヤの方ですね。でも冬空が内から差し返してる、先頭は一騎打ちですね。これ2番手は天野勝ちタイヤ、天野冬空先頭、天野冬空一着、冬空の勝利。天野勝ちタイヤ、3着にバーミリアン、やはり中央の馬が強かった。勝ったのは天野冬空。ワンツーフィニッシュを見事に決めました。勝ち
タイヤも頑張ったんですけどね、引き立て役に徹してる感じだよな。さあ、宝塚記念は3頭出走です。1番人気天のアイポット、2番人気ダイワスカーレット、4番人気天の椿の3頭が出ます。クラブ馬ではウォッカが5番人気最大の人気、4頭出走ですね。他デルタブルースですね、これはあの春の天皇賞馬だから怖い。豪華メンバーの宝塚記念ということになります。ドリームジャーニーもいるんか。さあ先方を見ていきましょう。山の椿はどうしよう、先行策行ってみるか。 iPod ダイワスカレタそのままでレースです。春のグランプリ宝塚記念阪神競馬場 G1 芝 2200m、 春を総決算、果たして、勝つのはどの馬になるんでしょうか。今年上半期の競馬シーンを沸かせた優駿がここ阪神競馬場に集結しました。あなたのそして私の夢が走ります。さあいよいよグランプリ宝塚記念の発走です。さあ最後は大外枠の天のアイポッド、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。まずは先行争い、何が行くでしょうか。ダイワスカーレット前に行きそうです。デルタブルース、それに続いています。さらにはキャプテントゥーレ、14番、凱旋サオガケヤ、その後ろ先手を取ったのはダイワスカーレット、これに続いて天の椿、黒の帽子祭りだゴッホ、その後ろその横にサンズファンシー、ピンクの帽子天のアイポッド、いい位置につけました。カンパニー、すぐ後ろその隣にオアシスセッション、内からは凱旋キーアイダー、並んで古豪マイネルキッズ、並んで13番ポップロック、すぐ後ろに桜メガワンダー、その後ろにウォッカ、並んで2番ドリームジャーニー、その外からアルコセニョーラ、しんがりからオースミグラスワン。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでキャプテントゥーレ先頭に変わりました。凱旋サオガケヤほとんど差がありません。ダイワスカーレット3番手、最強王者天のアイポッド、まだ後ろ鞍上のゴーサインはまだでしょうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭は凱旋サオガケヤ、サオダケヤがなんかいいぞ。その外からはダイワスカーレット、さあダイワスカーレットはもう捕まえに行った。ここで先頭はダイワスカーレット、外から来ているぞ。アイポッドが残り 200m を通過して、先頭は変わって天のアイポッド、天のアイポッド先頭、天のアイポッド、おお一騎打ち。1着2着はダイワスカーレット、3着にウォッカ、これが絶対王者の実力だ。天のアイポッド強かったですね。天のアイポッド最後はダイワスカーレットをねじ伏せました。ねじ伏せたっていうか、まあダイワスカーレットも頑張ったか、先に出たっていう感じですね。好勝負でした。天の椿を4着ね、まあ頑張りましたね。連覇となります。
結構不渋滞が多い。サンチュパンドラ、ラブゾーンに意味が不渋滞。ホワイトウォーターヘアが。あれ、なんでこの馬不渋滞し、種付けしたんだっけ。ビクトアールピーサーを産むためか。16歳でちょっと年齢高すぎるよな。売ろうかな。ストームソング、まだ分からんけど厳しそう。ルーズ旅はニコニコがあれですね、三冠馬を狙ってるんで、クトベがさすがにちょっとやっぱり年齢的厳しくなってきたかな。クトベがもう売ってもいいかな。馬のグー、グーってなんだ。お、まあ当然金車さんの奇跡は登場しますよね。他何を登場させるかっていうことですよね。着歌は一着か。着歌まだ5勝目なんだよな。なんでまだ出せないな。伸びてるのは確かだけどな。着歌出さないと思う。ゴルディコバとか強いよな。ん、マイル、なんかスプリントって書いてあったけど、うわ結構海外4頭か。でもあのこれが平日であればここまでですが、今日は土曜日なんで、もう一回もう一周だけやります。9戦6勝はいいですね。フランケル、それに虹、少しお待ちください。はい、お待たせいたしました。では続きですね。金引きリワン、まあエルムステークスは別にいいんですけど、
2004の2004か。やっぱり大レースであれば出さざるを得ないですからね。パシフィッククラシックぐらいかな。まあ、賞金も稼げるからな。でもちょっと待ってよ。まあ一応登録はしとくけどっていう感じかな。勝ちたんや、いい勝負でしたけどね。フィーソナにかなわなかったですね。エルムステークスに出しましょう。世界に花で何勝、19勝か。まあ一旦休ませてどこに出すかですよね。このまこそ札幌記念じゃないの。金車差は、ということでもう登録を決めます。世界最強馬決定戦香港スプリントにもう登録いきます。マイルは長いからマイルは逆に回避だな。あとは当然この辺だよな。タフスプリントとか、ジエベレストの方に行くか。勝負です。この3走で引退かな。芸者さんの奇跡は金車差って26億か。気持ちいいがまだ5勝か。勝っては来てるんだけどな。まあ確率に取りに行きたいですね。気持ちいいは。ジュピターあと1勝なんですけどね。頑張ってほしい、踏ん張ってほしい。投手を上げましょう。あ、ないんだ。セカチューがフェブラリー勝ってるのになんで全然出てこないんだ。あ、13勝か。13の2400だからそうと思うが出せるが、みんなでも出払ってますからね。なんで出せるしかないっていうのも事実です。これもいいんじゃないでしょうか。ただ順番積み重ねたい馬がいたらそっちを優先させたいですからね。でセカチューは、まあ、ここもいいけど、まあ、出させないようなリスタフ出し登録しときましょう。でアンテネがサンクルー、まあ、2勝しか上げてないんですけどね。ブログと一騎打ちか。ブログと世界に花が
撮ってます。キングジョージ誰も出す馬いないんだよな。キングジョージ出したい気持ちはあるな。ただキングジョージ叶うのかな。あ、でもスピード不足だよなキングジョージ、そこら辺が不安ですが、iPod の方がいい感じはある。 iPod って距離微妙に長かったじゃなかった微妙に、あ、でも iPod の方がいいかもね。キングジョージは、まあ、疲れがちょっと溜まってるからな。ブログ出してもまあいいでしょう。チャクタガーン、スターデイフハンデ、まあ、勝ちを積み重ねないといけないですからね。でもどこまで疲れが回復できるのかっていうことですね。ノートね、負け方がちょっとひどいな。まあ、まだこのクラスだと厳しいなっていうところですよね。今年いっぱいか。じゃあもう思い切ってレースに出させよう。ソーステークス、で小泉がオールカマ、レースがないな。ハウルが急所を上げてますね。もうゲノ戦記はリーチ、うーん、取れなかった。ジュライステークスね、かけます。スマートファルコが6勝ですね。ブルースリーはで千の風、いや、なんでスプリンターズなんだ。椿もリーチかかってますからね。あの、勝てるレースに出したい。ちょっと疲れがな、心配だよな。例えば7月3週のレースには出せる。初音ミクがいんのか。初音ミクじゃ無理だろうな。まだ初音ミク遅めなんで、ちょっと出させてもらおう。ケインが、でもアゲインが強いんだ。これだから
簡単にこれ取るよう取れるようなレースじゃないよね。実は椿がダメっぽい。もうちょっと考えよう。8月を3週だと、じゃあクルマロア賞とかか。あとはイナーバウアーが出てる、ダイワスカーレット出てる、ここかな。ロートシルト賞、ここだったらチャンスあるんじゃないかな。 C 機種で、椿もリーチかかってますからね。一周放牧しときましょう。稲葉は2勝か。臆病な性格がな、災いしてる感はあるよな。ヒーローはちょっと疲れが心配です。なかなか重賞初制覇とはいきません。で、グーが板橋って分からんけど、若いジョッキーがいいですね。やっぱり47歳はちょっと北村騎手にしておこう。最初から秋田村乗せます。で、ダートの中距離戦、強行がプラスになった。フィルシュは稼いでますからね。おっか、大稼ぎ、荒稼ぎだな。お、黒字にもうすぐなるぞ。セグ稼いでるのにな、一口が高いからな。風がすごい。不審死は悪くないのにな。重賞も取ってるし、一口安いんだけどな。ルティマトゥーレはもっと活躍できそうだけどな。愛知博は一口安いのに。うん、マイナスはまずいな。決め時をマイナスなんか、うん、僕は稼げてない。
さあ行きましょう。首位互角か、まあ、まだまだこれからですからね。ドロロ、ハニカミで600勝だったんだ。ベルモントオークス招待、ブエナビスタです。一番人気120、まあ、勝ちを積み重ねていきましょう。レースです。ベルモントパーク競馬場 G1 ベルモントオークス招待は芝 2000m、 確か牝馬限定のはずです。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。エクセレントブレイブ、好スタートを切りました。おっと、シャーペンバニー出遅れてしまいました。ダッシュよく飛び出してエクセレントブレイブ鼻に立ちます。その後ろからはモアフォーエバー、この馬も上がっていく構えです。さらにはカリムナーガ、漆黒の馬体、トラックバックパサー、その後ろモアフォーエバー、先手を取りました。ウィズグルーピー、すぐ後ろ少し間が空いてレルムコンフェクション、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。これに続いてベルディマジョリティ、白の帽子シャーペンバニー、その後ろその外にウィグノンクラックネル、すぐ後ろにカメリアアイボリー、内からはサンズレーションズ、並んで無敗のウェービングマリア、ブエナビスタ、後ろからになりました。しんがりからマネーキャントバイミーラブ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。6番ウィズグルーピー、一気に先頭に立ちました。お金では買えない。第3コーナーのカーブに差し掛かりました。愛はお金では買えないか。先頭は依然として6番ウィズグルーピー、2番手はモアフォーエバー、間を挟んでエクセレントブレイブ、3番手二冠牝馬ブエナビスタ、まだ後ろ。この位置から果たして、さあブエナビスタ大外からもう大まくりで上がってくるが、ウィズグルーピー最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。一気に先頭へ。先頭変わりました。先頭はブエナビスタ、残り 200m、 とてつもない強さ。すごいな。2番手はウィズグルーピー、ぶっちぎりました。圧倒的な強さを見せました。2着はウィズグルーピー、3着にベルディマジョリティ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ブエナビスタ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。圧勝でしたね。一番5連勝となります。オキザレベル最大に上がりまして、海外遠征をゲット。あ、そうなんだ、特製海外遠征の効果が発動するんだ。ユナイテッドネーションズステークス、オーケンブルースリーは2番人気か。ジョーポンティ確かに強い、コードビジョンも強いですからね。まあ、まだ先がオーケンブルースリーあるとはいえ、まあ先行策して勝負してみるか。なんで熊沢なんだろう。レース行きましょう。モンマスパーク競馬場 G1 ユナイテッドネーションズステークス、芝 2200m です。武豊乗せるべきだよな。こちらアメリカのモンマスパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ギャロップトレイル、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してギャロップトレイル鼻に立ちます。その後ろからはファイティングスティール、この馬も上がっていく構えです。さらにはオーケンブルースリー、4番セブンオフ、その後ろオーケンブルースリー、内枠を利して、そして大きく離れてセンターに取り付きます。この位置です。並んで9番レイムセイバー、その後ろからはマーケトリーコーラス、オレンジの帽子アンシェディッパドリーム、その後ろコートビジョン、この馬もこのグループ、ね、その横にジオポンティ、
その外からサバンナプレシデント、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。内からはインフォメーションサンセット、その隣にサートンビレッジ、しんがりからフォーマルハウトヴィンテージ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。黄金の馬体ファイティングスティール、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、ギャロップトレール、それに続いています。好位置をキープしています。オーケンブルースリー、並んで栗色の馬体レイムセイバー、セブンオフ、それに続きます。並んで7番マーケトリーコーラス、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてファイティングスティール、ファイティングスティール、後続を引き離す。2番手はギャロップトレール、オーケンブルースリー、これはいい位置につけています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あ、でも伸びが違う、内からぐんぐんと伸びない。あと 200m、 ジオポンティ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はオートビジョン、ジオポンティ先頭だ。ジオポンティゴールイン、2着はオートビジョン、3着にファイティングスティール、勝ったのはジオポンティ、見事な勝利です。オーケンブルースイ6着に敗れてしまいました。プリティポリーステークス天野ジュピターです。1番人気、さあ G1 8勝目をかけたレースになりますが、これもなかなかザリスカとかレインボービューとかトライバルサイトがみんな強い。安泰とは言えないレースです。こっちは武豊が乗っています。さあ勝ってほしいレースです。カラ競馬場 G1 プリティポリーステークス、芝 2000m で行われます。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。どの馬が先頭に立つでしょうか。スパークラブリー前に行きそうです。アルプミーヘレン、それに続いています。ドリーキャスター、どうやら後ろからになりそうです。では前の方からベタードヌーベル、先手を取りました。内からはモアジョイアス、その外にミッドデイ、クオリティファンキー、そのうちに続いています。黄色の帽子スパークラブリー、その後ろシーウィングス、この馬もこのグループ、すぐ後ろにアルプミーヘレン、さらにはドライバルサイト、天野ジュピター、後ろから並んで G1 馬サリスカ、アポロスペア、すぐ後ろその外からドッティージー、内からはセイクリッドスポット、その外にリバーサイドカーロッタ、内からはトリーキャスター、しんがりからレインボービュー。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。4番モアジョイアス、レースを引っ張ります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭は依然としてモアジョイアス、ペタードヌーベル、ほとんど差がありません。ミッドデイ、さあこっからだ、背足だ、残りあと400m、 長い直線、いけ、ここからどうか。先頭変わってペタードヌーベル、外からサリスカ、ジュピター、どうかな、伸びきれないかな。先頭だ、2番手はミッドデイ、サリスカ先頭、サリスカ先頭だ。1頭前に馬がいた。2着にはどうやら天野ジュピター、勝ったのはサリスカ、見事な勝利です。大丈夫かなジュピター、まあ、61キロも響いたかもね。アイルランドダービー天野ニコニコです。3番人気。さあ、国内では2冠挙げた天野ニコニコですが、海外でもこれ通用するのか。マスタークラフツマンやシーザースターズ、ちょっとこれ厳しいんじゃないかな。ダイジェストいきましょう。カラ競馬場 G1 アイルランドダービー3歳限定、芝 2400m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。で勝ったら本当に強いと思うけどな。残りあと 400m、 長い直線、まあ、伸びが最後の追い比べ、他の馬の伸びの方がすごいな。これは完全にちぎれた。後続は遥か後方、2番手はフェーム&グローリー、シーザースターズ、この馬で決まりか。シーザースターズ強い、強い、シーザースターズ圧勝ゴールイン。2着はフェーム&グローリー、
3着にクレバーティグレス、シーザースターズ強い、これで2カ国のダービーを制覇。相手が悪い。最強の3歳は子供まで決まりでしょう。シーザースターズ強すぎるだろう。これサンクルー大商店刀アテネですが、2番人気でイエツがいるんで、これは厳しい。アーキペンコか。先行策ダイジェスト、サンクルー競馬場 G1 サンクルー大賞典芝 2400m です。最終コーナーをカーブして、ポイにはつけてるが、前はイエーツ。あー、でも追いつかれ、置いてかれたな。ここからどうか。イエーツ先頭、リードは2馬身から3馬身、残り 200m を通過して、一気に後続がやってきた。ショッキング迫る、ショッキングかわす、ショッキング先頭だ。ショッキング1着、2着はビュームザイン、3着にイエーツ、勝ったのはショッキング。見事な勝利です。わ、ピークをもう過ぎちゃったのか。言われちゃいましたね。スパーキングレディーカップ、天野キャンキャン、一番人気。ダイジェストです。川崎競馬場 JPN3 スパーキングレディーカップ、ダート 1600m です。さあ直線に入りました。先頭、この直線は短い。天野キャンキャン先頭、リードは2馬身から3馬身、内で食い下がるアンペア、後方から一気に祭りだわれつ、これはぶっちぎり。圧倒的な強さを見せました。2着は微妙です。勝ったのは天野キャンキャン。レベルアップ。中央です。ラジオ日経賞に天野ドロー出走、3番人気。白三角黒三角が最高か。芝でどうなのか。レッドスパータとブレイクランアウトが人気ですね。あとエルリアウトも人気や、いや、ダノンカモンも人気がある。ダイジェストいきましょう。福島 G3 ラジオ日経賞芝 1800m です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。エルディアルト先頭、外からブレイクランアウト、先頭変わってブレイクランアウト、2番手はガノンカモン、ブレイクランアウト先頭だ。先頭はブレイクランアウト、1着でゴール、2着はガノンカモン、3着に天野ドロロ、1番人気に応えました。ブレイクランアウト見事です。重賞初制覇を狙ったんですが、ここでも3着、甘くはなかった。CBC 賞天の花盛り2番人気となります。1番人気プレミアムボックス、桜花賞、フランスセンギニーとも3着です。 CBC 賞へ立て直しを図ります。エシンフォワードなんかもいるんだ。とローレルゲレーロですね。通馬が多い。ダイジェストです。中京 G3 CBC 賞、
芝 1200m を電撃戦です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ローレル・ゲレイド先頭、前に迫るエイシンフォワード。さあ先頭に立ったのはエイシンフォワード。あと 200m エイシンフォワード、このまま振り切れるか。2番手は天の花盛り、2着までか。エイシンフォワード1着でゴール、2着は微妙です。見事に勝ちましたエイシンフォワード。トモエ賞です、クラブはトライアンフマーチが出走。ダイジェストいきましょう。函館オープン特別トモエ賞芝 1800m です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。トライアンフマーチ先頭、2番手はムードインディゴ、後続は大きく離れました。トライアンフマーチ強い強い。トライアンフマーチ圧勝ゴールイン。2着はムードインディゴ、3着にリズンゴースト。これは桁外れの強さだ。トライアンフマーチ予約終わったか。さあ、海外は2頭ですね。天のシャミールは G2 ですが、あと天のハウル、プロキオに3頭出走となります。次ブエナビスタどこに出すかですね。5勝目を挙げましたんで、もうこの流れ止めちゃダメですね。でもまあ休ませる方がいいのかな。7月の5週以降ってことか。これ出させましょう。ミズグルービーと再度対決です。機種でいい。海外遠征つくしな。条件ブルースリー。負けちゃったか。ちょっと疲れが心配なんで、放牧して立て直すか。精神力がな、低いよな。ジュピターも敗れてしまいました。でもね、取るしかないんだよな。16-2700。今のところまだメンバー軽いけどな。どっちがいいんだろう。じゃあまあこっちかな。まだが7月の2週なんで、しゃあないですよね。8月を5週以降だよな、出せるとしても。
距離は大丈夫。イギリス戦トレジャー行きましょう。やってにゃもう衰えが見えるって言われちゃいました。まあそりゃそうなんですけどね。キャンキャスパーキングレディを勝ちましたね。レディースプレリュードっていうのはいいステップだとは思う。リフォルダマイルが4着なんでちょっと足りないしな。通りか、3240万なんでオープン特別でもまだいいですよね。地下層2周か。あ、小倉記念とかでもいい。ステークスいいとは思います。ジェニアッタがいるのか。あ、まあ調子が持つかどうかだよな。一方天のアミーゴですが、どういうローテを組めばいいのか。スプリンターズは出さないよな。今疲れは、疲れはそんなにない。サセックスか。ゴルディコバとかやるけどぶつけてもいいでしょう。ターザ削除。お、かぶるんだ。花盛りのジョッキーを変更。うん、まあまだこれからなんでこれでいいと思います。あとはなんだ、髪は放牧中。なんか疲れ取れない感じはしますけどね。4勝目か。はい、ということで、ここまでですね。今回は
はい、見ていただいてありがとうございました。今回の配信ツイッチでお送りいたしました。ぜひ、ツイッチのアカウントフォローお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロープリーズ。この配信は YouTube にアーカイブを2日後21時頃にプレミア公開で配信いたします。ぜひそちらもご覧ください。 YouTube チャンネル登録、またいろいろ動画があります。そちらの高評価お願いいたします。 This live archive my YouTube チャンネル upload 2 days after my YouTube チャンネル subscribed and good button please。 旧 Twitter である X のアカウントを持っております。ぜひアカウントフォローお願いいたします。リポスト、いいねもお願いします。 TwitterX マイアカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ウィーニングポスト92021ライブ配信お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。